五十嵐浜も校下5年2月14日は、江戸時代後期の女流俳人。本名、五十嵐茂代。俳人の父、梅尾の長女として、武蔵区多玉郡大屋村に生まれる。幼児の頃から俳会を、祖父、義室に学び、33歳の時に、父と共に6年にわたる西獄から、帰宅に一体を俳会案者。文化7年頃刊行された、八重山吹天地2冊は、 女性のみの徘徊練習として日本唯一の存在。小林久とも親交があった。絵も良くし、踊りも良くした。幼い頃から俳人の祖父、技術から徘徊を学び、父、梅尾編による完成九年観光の五ヶ梨九号に西修区があるところから江戸廃壇登場は完成中頃と見られる。完成十一年観光された倉幕後には、 少女時代の秋風や手習いの墨とく乾区の西周区が見られる。今日は元年春、当時を代表する名古屋の俳人、井上志郎が江戸に下校した際に巻いた河川には、志郎、鈴木道彦、一皿と一座を巻き、また夏目なるみ亭で行われた河川にも、一皿と共に名を連ねている。江戸倉前の整備亭で模様された芝居では、整備の脚本に対し、 浜まもが演出方を担当するなど多彩な才能の持ち主であったようである。文化三年正月、父と共に、江戸を立ち、名古屋、四国、九州、中国、小戸島、京阪神一帯、伊勢、美野、丹波、越後、新州の廃人たちと河川交流し、文化九年クレードに帰着した。この間に交流した廃人は450名以上に、及び、 現在分かっている河川だけでも130巻に達している。6年間に歩いた距離は直線にして4000キロを超える。旅の途中では、受学者、カ茶山から増詞を受け、岡山で出会った樹者、竹本北林からも死を送られている。その死はいずれも浜もに強い印象に受けた様子が記されており、魅力的な女性であったことが伺える。 旅の四年目文化七年頃、それまで交流した女流俳人十九人との河川集、八重山吹を京都の藩元、かつた善助から観光。その頃来日していたオランダのシーボルトが八重山吹を求め持ち帰っていたことが近年、わかっている。旅の最終年、文化九年の足跡については、不確かであるが、同年春、京都を経って北国アンギャへ向かったことは、 いがら家に残されていた北国アンの紹介状の存在と、その途上で読まれた河川記録から判明しているが、北国アンの全容はほとんどわかっていない。八重山吹の著者、奥村周から浜母に宛てた手紙には、浜母に誌誕生の記述が見られるが、過去調による検証でもつまびらかではない。また、文化12年3月刊行された徘徊番付、司会協大号には、 浜物名が、行事役と行為の扱いとなっている。帰郷直後、一佐と共に、下佐の鶴郎が、浜物大師で読んだ、うぐいすや田舎巡りのお茶っぴーの一句、さらにあと一佐が読んだ、門口やまず愛嬌のこぼれ梅と、いずれも、浜物印象について読まれた句が残されている。町田市の南大や天神社に掲げられている、敗学、露伴は、 全国の廃人100人から寄せられた梅の句だけで編集されているが、これは文政三年をした父、梅尾の周年期に浜もが奉納した廃学である。海元年2月14日没、去年77歳。墓所は町田市内。墓碑には、宝号、軽減浜も大使と、側面に山桜見ぬ人のためをしみけるの一句が刻まれている。 町田ゆかりの文学者会館記念展町田市ホームページありがとうございます。